では続いてペンネームのんたんさんからいただきました。ありがとう。ちかなちゃんこんばんは。こんばんは。私はガンダム作品に触れるのが久々で、ちかなちゃんが主役で出演しているということや、主人公が女性で学園が舞台というこれまでのガンダムとは違った作風というのが視聴のきっかけでした。当初はスレッタとミオリネの仲が深まっていくのを微笑ましく見ていましたが、回が進むにつれ本来のガンダムらしいドロドロとした関係性が進み、誰が正義なのか悪なのかわからない複雑なストーリーに毎週驚かされ最後まで視聴しました。最終回で非常に綺麗な終わり方をした水星の魔女だと思いますが、もし続編なり劇場版なりをやるとして、いちかなちゃんがここがもっと見たい、深掘りしてほしいという場面やキャラクターはありますか？個人的には誰が多かった謎が多かったシャディク周りや、21年前はイケメンパイロットだったケナンジさんがなぜあんなに滑覆が良くなってしまったのかとか見てみたいところがたくさんあります。最後にちかなちゃん、水星の魔女1年間お疲れ様でした。ありがとうございます。そうですね、私もシャディク周りすごい気になりますよ。やっぱりね、シャディクにスポットライトを当たる回っていうのは結構少なかったので、ね、そんなシャディクにこう感情移入するってなると、やっぱシャディクのなんていうの、ストーリーには描かれないところをいろいろ想像したりとかして、私はシャディクに感情移入したりとかもしてたんですけど、やっぱりね、本当に最後の最後でシャディクはね、全ての罪を背負ってってところでね、えもうちょっとほいいシャディクにが報われるような方向はなかったのかと思うんですけど、やっぱりね、シャディクなりにもいろいろ罪を犯してきてしまったところがあるのでねって感じですけど、なんかね、こう全てが綺麗に終わらないというか、現実は現実ってところがやっぱりガンダムの良さではありますよね。ケナンジさんも私好きなのであれなんですけれども、見てみたいこうストーリーとしては、あーでもやっぱ続きはね、個人的にはやりたいですけどね、すごくね、やっぱりこうこのね、一段落した水星の魔女で新たなるこう敵が現れてってところはやっぱ気になるところではありますけれどね。そしたらどんな風にね、またみんなが戦っていくのかとかね、すごいなんか激アツな展開になりそうなので、私もまたね、アニメなり劇場版なりを望んでいる一人でございます。ありがとう。